独島級揚陸艦は、韓国海軍の強襲揚陸艦の艦級計画名は LPX。揚陸艦であると同時に、水陸療養作戦や戦争以外の軍事作戦の指揮官としての活動も想定されている。アメリカ海軍協会では、ヘリコプター揚陸艦、全海軍年間では、ドック型輸送揚陸艦として種別されている。韓国海軍は、 1990年代を通じた兵力整備の結果、創設以来の北朝鮮海軍に対する抑止力を堅持しつつ、外洋作戦能力の基礎を確立した。また、韓国の経済成長によって北朝鮮を大きく引き離した結果、各兵器や突発的事案を除けば、本格的な北の南進能力は極めて低いやあるいは、 これを確実に阻止しうるとの戦略的見積もりがなされるに至った。1995年4月1日、安計隊大将が第24大海軍参謀総長に就任するに当たり、外洋海軍建設準備を要望事項とした。外洋海軍として活動するためには、機動部隊の指揮、統制や三次元的な水陸両用作戦、 海上航空作戦の支援能力を備えた艦船が必要と考えられた。海軍は大型輸送艦をこの任に当てることとして、1996年には合同参謀会議で建造計画が承認された。1997年には作戦要求性能が確定し、1999年より関心重工業で基本設計が行われ、 2002年より建造が開始された。設計にあたっては、インビンシブル級航空母艦を手掛けたバイセマ社の協力を受けており、国内で初めてシミュレーションベースの設計技術を適用した。これは、コンピュータシミュレーションによって、実際の建造前に問題点を分析、改善する科学的な方法であり、乗組員、上陸部隊の移動経路や各区画の配置、 施設運用などのシミュレーションを適用して最適の設計を導出した。本級は上甲板を全通させた、いわゆる全通甲板型の管型を採用している。船体は3層の甲板から構成されており、第2甲板はギャラリーデッキとして、おおむね司令部区画と居住区画で占められている。その下は、第3.4甲板と甲板に層分の高さを確保し、 全部から完備まで全通した車両甲板見格納庫とされている。またその最後部はさらに一甲板低いレベルのウェルドックとされている。主機関としてはセムットピルスティック製の1 6 p c 2 5 s t c 中速リーゼルエンジン4機を2機ずつ二軸に配したコダド方式が採用されている。機械室は前後に区画にシフト配置とされていると考えられている。また、 揚陸艦としては珍しく、フィンスタビライザーを装備して、航行しながらの軌道揚陸船に対応している。電源としては、主発電機4機を搭載している。2013年9月10日には、発電機室の火災により主発電機1機が故障、その消火用水を被ったため残る1機も故障し、航行不能になるという事故が発生した。また後の調査で、本来4機あった。 主発電機のうち2機が4月の浸水事故で故障して陸上げされており、残った2機のみで運用が継続されてきたことが判明した。2015年幸福70周年の公開行事に向けて島根県竹島周辺会場に派遣される予定であったが、プロペラ故障が発生し、修理を施すことになったため、この派遣が中止されていたことが分かった。 韓国国会国防上任委員会委員の金広氏、陳議員が同年9月20日に明らかにした。同議員は官邸管理が不十分だったために独当艦の投入が取り消しになったのは呆れることだと述べている。上艦艦は全通飛行艦艦とされており CH-53Q の大型ヘリコプターでも発着可能な強度が確保されている。 甲板上には5つの発着スポットが設けられている。なお、甲板には垂直、短距離離着陸機の運用に必要な耐熱対策が施されていることから、将来的にはその運用が想定されているとの説もあり、下半式のスキージャンプを設置すれば、回 35B 戦闘機の運用にも対応可能とも称されるが、艦型が小さいために滑走距離を取りにくく、 またスキージャンプを設置するとヘリコプターの運用能力が低下することもあってその有効性には疑問が提されており実際的な検討には至っていないエレベーターは前後に2機が設けられているいずれもインボード式で上甲板と第3艦板を連絡しており全部エレベーターは格納庫内に後部エレベーターはウェルドック内に降りる格納庫としては第3艦班前方に 汎用ヘリコプターに3機分のスペースが確保されている。またその後方の車両甲板を格納庫に転用した場合、合計で約10機を搭載できる。搭載機としては、海軍の u h 6 0 p u s ヘリコプターと UH-1H 汎用ヘリコプターが用いられてきたが、後に海兵隊に国産のまま -1 が配備されると、こちらも搭載されるようになった。 これは陸軍などに配備されてきたクマイナス1スリオンの海兵隊向け派生型でマリネオンとも通称されており2018年1月10日に1.2号機の引き渡し式典が行われた海兵隊はママイナス1を2023年までに28機導入する予定であるただし海軍海兵隊は大型ヘリコプターや攻撃ヘリコプターを保有していないため これらを運用する必要が生じた場合は、陸軍の CH-47D 内誌、MHz-47E、e、R-1 回、J 内誌 R-64E などの派遣を受けて、搭載することになる。LS 回2型や、クッション型揚陸艇水陸両用作戦の指揮、統制を担うため、機動部隊指揮所などの設備が設置されており、海上,上陸機動部隊の機関、 指揮官の役割を果たすことができる。上陸部隊としては、兵員700名を上艦させることができる。その装備としては、トラック10両、主力戦車6両、ホブ7水陸両用装甲兵員車6両、及び野戦砲兵の方、半参を収容できる。また、手術室や X 線撮影室、臨床検査室など充実した医療設備も備えている。 車両甲板見学納庫の後方には、位甲板下がって、ウェルドックがあり、クックなどの上陸用集艇を収容できる。ドックの門扉は上下の分割式である。ここに収容する揚陸艇として、LS 海2型やクッション型揚陸艇2隻が配備されているが、これは、アメリカ海軍のクック -19 エア、クッション型揚陸艇とほぼ同様の設計である。停泊する独、独島 ヘリカン板上に並べられた機とアイランド後部のゴールキーパーが見える。股間装備については、1番艦と2番艦の間では大きな差異が生じている。例えばレーダーについては、1番艦では長距離捜索用にスマート L、低空警戒、対水上捜索用にメガワットマイナス A8 が搭載されていたが、2番艦ではそれぞれイスラエル製の L、 M-2248MF スターと国産の SPS-550K に変更された。なお一番艦のレーダーについては収益当初、レーダー波が艦板に反射して生じた虚偽標的を捉えてしまうという問題が指摘されていた。また並走についても一番艦ではラムキン接防空ミサイルの21連装発射機を1機と ゴールキーパー30マシュダブリュスを2機備えていたのに、対し2番艦では CIWS はファランクスに変更され、近接防空ミサイルも国産化された。なお1番艦での CIWS の配置については、後部の方が飛行甲板上の機体を1回に入れてしまうという問題が指摘されていた。ロシア海軍がミストラル急遽収容陸艦の購入、建造を決めた際、 ロシア総合造船会社は造船設備の心臓が必要なためにミストラル級ではなく独島級の購入を主張してセルジコフ国防大臣と対立した。同社局東部センター部長はミストラル級を運用、整備する設備や護衛部隊が太平洋艦隊には整っていないと述べ、仮に独島級用陸艦を購入した際、整備修繕も韓国に外注することを案に、 示唆している。ロシアはそのままミストラル級を選択し、フランスよりブロック工法等の造船技術の移転を受けており、独当級の輸出には至らなかった。本型2番艦の建造と並行して、さらなる発展型の建造が模索され、2019年8月14日に発表された2020から2024年国防中期計画において新規事業として、 大型輸送艦通が盛り込まれた。これは、本級の1.5倍の大きさとなり、揚陸艦としての機能に加え、海 -35B の搭載、運用にも対応して、軽空母としての行動も可能なように計画されていた。韓国国防部は、2026年以降の戦力、導入計画として2019年7月に発表した、長期戦力所要に、 形空母建造事業を盛り込んでいたが、事業着手は2020年へと大幅に前倒しされることとなった。同年10月16日には、現代重工業が韓国海軍からストグルタイプの戦闘機を運用可能な大型輸送艦の実現に向けた概念設計技術の研究事業を受注したことを発表した。納期は2020年後半であり、同社は 今月中にも概念設計に着手するとしている。その後、2021年2月には正式に計画名が CVX に変更された。同年6月に不残広域市で開催された国際海洋防衛産業展では海軍当局のほか HHI と大宇造船海洋もそれぞれの案による模型を展示した。ありがとうございます。